はい、こんにちは、上京寺ゆいしんです。今回はお寺の歴史について簡単に説明させていただければなと思います。当山上京寺は弘安7年1284年に親鸞上人のお孫さん唯善上人によって下宇佐の国の関宿、現在の千葉県野田市に中戸山再興院として改装されました。当時は上京寺という名前はなかったんですね。第4世住職の前衛住職の時には中戸山再興院弥陀本願寺の字号を持っていました。しかしその後の第6世善寿住職が本願寺の蓮如上人に基準するとその弥陀本願寺という名前を失って上京寺となりました。この上京寺という字号はですね、蓮如上人からいただいたと記録されております。僕が思うにやっぱり本願寺に弥陀本願寺が加わるといろいろややこしいといったことがあったんじゃないかなと思います。本願寺に弥陀本願寺、ややこしい、ちょっと変えてくれないかっていうことは、まあ、十分考えられるかなって感じですね。まあ、しかし現在ではこう上京寺さんということで親しまれております。でその上京寺なんですけれども、天正の戦乱、これ戦国時代ですね、その戦乱で、まあ、大変な目に遭います。というのも第三次関宿合戦という関宿城を舞台とした城攻めの戦争が勃発するんですね。そしてそれに巻き込まれる形で当山上京寺も、まあ、当時は結構立派なお堂がたくさん立ち並んで境内も広かったというのですけども、まあ、ことごとく焼き払われてしまいました。そしてこれも当時の、まあ、戦争のごたごたといいますか、戦後のごたごたといいますか、お寺が焼き払われた焼け跡ですね、そのうちのお寺のその焼け跡が他のお寺様に取られてしまうんですね。まあ、これも戦争があった後のごたごたでこういうのはよくあることなのかもしれないんですけども、これにはまあお寺さん同士の政治っていうのもあるなって感じておりますね。その地域のリーダーをこう巡ってのとか、そういった勢力図とかがあったんじゃないかなと思います。派閥争いとかも関係してると思います。まあ、そういう形で上京寺のお寺の土地が取られて、当山はその自治っていうのを、お寺の土地っていうのを失ってしまうんですね。それでなし崩し的に追い出されてしまう、関宿にいられないというか、まあ、至ってだって土地がないんだもんということで、結局出て行かざるを得なかったようですね。それで昔から、上京寺の末寺が展開していた関係が深かった北信濃の山田郷平塩、現在でいうと、長野県高山村に疎開といいますか、退避する形で移動するんですね。そしてその信濃の地で体制を整えた上京寺は、その大体20年後ぐらいに隣国の越後の国の高田からお呼ばれ、堀氏からのお呼ばれがありまして移っていくんですね。これが大体江戸時代が始まるかな頃、慶長の初め頃だと記録にあります。大体信濃には20年ぐらい、そしてその後に越後の国に入る。昔からこう北信濃と越後、まあ、特に上越、現在の上越地域っていうのは交流が盛んで、まあ、大体共通した文化圏を持っていたので、まあ、そういったところもあり親密な関係だったんですね、昔から。そうしたことで北信濃から隣国の越後の国の高田に移ってくる。まあ、高田というのも新しくできた町で江戸幕府が開かれるとともに、そうした中でのまあ町整備といったこともあったんだと思いますね。そして越後の国に入ってからもたくさんこう各地を転々としまして、最終的には、寛文6年1666年に現在の高田寺町の場所に移動してきて現在に至ります。このお寺が移ってくる前年の寛文5年、1665年には大変大きな地震、高田地震がありまして、その復興で新しく町を区画を整備するという事業があって、まあ、それに関係して
移ってきたのではないかなと見られますね。まあ、そしてことでお寺上京寺が高田寺町に現在移ってきたという流れになるんですね。ですからなんで下総国千葉県にあったお寺が現在新潟県にあるのかっていうのは、そのようなまあ複雑な歴史があったんですね。とてもお寺としてすごく苦労されたお寺がまあ上京寺ということなのかなって持続ながらに思うんですよね。ですから皆様も高田に遊びにいらっしゃった際、お寺にお参りに来てくださった際は、あ、このお寺はこんな苦労があって今ここにあるんだっていうことを感じてもらえたら持続として嬉しく思います。まあ、そんな感じで今回はお寺の歴史についてちょっと簡単にまとめてみました。皆様もこう新種に興味ある方とか、また詳しいことを聞きたいっていう方はお寺の方で自身もお寺の歴史の本ですね、自身の本も出していたりしますので、お声掛け等くだされば、対応することも可能かなと思います。それでは最後までお聞きくださりありがとうございました。合唱何万ダブ。